幕張新都心幕張ベータウンセントラルパークイースト幕張パークタワーセントラルパークイースト幕張パークタワーは千葉県千葉市三浜区の幕張ベータウンのセントラルパークイーストに所在する超高層マンション2003年には幕張ベータウンと共にグッドデザイン賞を受賞左側がセントラルパークイースト幕張パークタワー幕張海浜公園から マクハリベータウンの入り口にあたるセントラルパークイーストに所在し、隣接するセントラルパークウエスト C タワーとツインタワーになっており、マクハリベータウンのシンボルとなるよう計画されている。ツインタワーとなっているが、2棟は安心メトリーなデザインである。周囲にはセントラルパークイースト E 棟から H 棟の4棟とタワーパーキングが位置する。2003年には、 マクハリベータウンと共に建築物単体でもグッドデザイン賞に受賞している。マクハリベータウンの街並みが持っている基本的構成理念を尊重し、上高層と低層住宅のデザインを関連づけた3層構成からなる外観となっている。また、鹿島建設が開発したスーパー RC フレーム工法によるフリーハージングシステムの採用により張りのない室内空間を実現し、 天井まで届く配札紙により新しい自由空間を作り出している。共同住宅からなり、建築規模は地下1階地上33階建て全226個の超高層マンションとなっている。デザインディレクターは、曽根光一、大村健一、小田康弘、設計、管理は、三井純アソシエーツ建築設計事務所、鹿島建設、デベロッパーは、三井不動産。 三井物産、鹿島建設、清水建設、高和不動産が行っている。ありがとうございます。